はい、今回もまあイベントのストーリーを結構開けたんで見ていこうと思います。まあ昨日はねもうメンテナンスで結構ゲームができない状態が続いたので、まあ動画投稿できませんでした、すいません。ということで、ほな。え、ホラー映画見るの？やり。映画といえばポップコーンだよね、やっぱね。たく。もう文ちゃんらしい発想なのよ、これが。おお。ああ、なるほどね。うん。何、脅かす役みんなで見んのこれ。うんうん。まあどちらかというと。せやな。あ、でもみんな怖くて目つぶらないようにね。でもみんなこれで安心できるのかな。結構ホラー系苦手な人だとこれだけでこう言われても安心できない人とか結構いそうですが。そうか。ん？ブランケット。いや、ジャッカルこういうの苦手なの。でも勉強とか言うんだったらさ見ないとやばいじゃん。ジャッカルさん何のためにブランケット持ってきたんやち思うたらそれなのかい。よっしゃ。え、照明も暗くすんの。まあその方がホラーっぽくなるからな。確かにこれだけ見てるとなんか怖え。みんな見れるのかなこういうの。もう剣屋さんビビっちゃってんじゃん。あかん。ないわ。いやいやいや、もうジャッカルさんよりも剣屋さんの方がビビってんじゃん。でもジャッカルさん見れたかな。もう誰かの悲鳴ってなんかちょっとビビるよね、あの暗さで。聞いたらさ、うちやったらビビるわ。でもまあこういう怖い話は結構私も好きだけどね。ああ丸井さんもこの表情。そうだな、確かに。みんな寝れるかな。そやけど、いや。まあ我慢してたんだね。あー、じゃあもう剣屋さんのおかげってこと？ああ。何？ミノムシ。剣屋さんミノムシ化しちゃってるよね。さっきの感じでいくと。やっぱ。ジャッカルさんは大丈夫だったん？持ってきたのジャッカルさんでしょ？ちっ。はは。ん？もう断言したね。うん。せやけど。
あの、いやー、白石さんはまあ OK はしてくれるだろうけど。せやな。した。なあなあ、目玉？なんの？逆にどんなやつか気になるんだけど。やっぱ桐原さんも脅かす役か。そう思ったよ。あのステップのこと思い出したらさ、ほら、なんかアニメの本編見ると赤谷さんめっちゃビビってんの分かった。ん？まあ大きさにもよるか、やっぱ。うん、いや、そう。は？まあそうですよね。でしたら。ああ、なるほど。うし。まあそうだよね。すっげえ。カバジさん、よう思いついたな。はい。まあ実は買っていたのね。そうだな。よし。うまっ。うますぎない？おいおい、つーか。でも川地さん結構こういうのうまいね。よし。逆に桐原さんとおもちゃんのやつを見てみたいな。そうか。あの、一番桐原さんが心配なんだけど。あのさ、ステップの警報でさ、一番ビビってたの多分赤谷さんだと思うんだよね。ああ、みんな。うん、まあでも川地さんよく思いついたよ。せやね。お二人さんは何を作ったのかな。どうかしら。マスクか。お？なんかマスクってあのお面みたいなあんな感じでしょ？ほな。あー、やっぱそんな感じか。ねえ。ああ。あー、なるほどね。うん。ほな。じゃあね、待って、はい、何があるの？なんか危険なことでも。ああ、いや、カビオさんかい。ほら、ユウさんに怒られますよ。浮気か。でしょうね。はい、まああと3話か。まあ開けられるでしょう。はい、ということで、まあ今回はこれで終わりにいたします。はい、チャンネル登録と高評価まとめてよろしくお願いいたします。ありがとうございました。